マッキントッシュ L c とマッキントッシュ 12RGB ディスプレイアップルキーボード2アップルデスクトップバスマウスマッキントッシュ L c とはアップルコンピューターが1990年に発売したマッキントッシュシリーズのデスクトップパソコンまたその後継機種を含めた MC68020MC68030MC68LC040 搭載の デスクトップマッキントッシュのシリーズの総称。LC は低価格で、カラー表記が可能な、ローコストカラーの略で、LC を意味すると言われている。マッキントッシュ LC は、マッキントッシュの低価格路線の第一弾として、上位機種にあたるマッキントッシュ2シリーズの廉価版、マッキントッシュ E 市、下位機種にあたる白黒モニター一体型の、マッキントッシュクラシックと共に発表された。 ピザボックスと呼ばれる薄型の特徴的な筐体を持っており、純正の12インチモニターマッキントッシュ中に RGB ディスプレイと横幅がぴったり合うように設計されていた。CPU として 16MHz の m c 6 8 2 0を搭載しており、カラー対応のマッキントッシュとしては、当時最も廉価でコンパクトな機種だった。当時、米国では、 教育市場で広く使われていた Apple 2からマッキントッシュへの移行を担う戦略機種でもあり、拡張スロットに Apple EA カードを挿入することで Apple 2としても利用できた。ありがとうございます。